そしてある日の練習帰り、マリンさんが立ち寄ったのはスーパーマーケット。家では自炊もするそうで、夕食の買い出しをしました。しかもただ料理をするだけではありません。フィギュアスケートをする上でどんな栄養を取ればいいのかなど、詳しくノートにまとめているんです。調べて書いてます。好き嫌いはないです。それでは料理の様子を見てみましょう。得意料理は卵焼きです。どうなんですよ、卵焼き。そんなこと、ことしてんな。プレッシャー、プレッシャー5個ぐらい大きいな、これ。すごい上手。手際もよく。マリン先生の卵焼きのポイントは何ですか？機械感とか。おお。強すぎず。昔だってな、ちょっと卵焼きばっか作ってたの。大きくなってきた。もうこのぐらいやめとこうか。きれい、きれい。今度は何ですか？肉じゃがです。全部これ入れてる。でも家でやってんの、最近でも。あと、少ないかな。美味しい。こんにゃくも入れなあかんやん。あ、おいしい。でもちょっとおいしい、おいしい。してるときはスケート忘れる。そんなこともない。じゃあ気分転換って感じでもないんだ。趣味？特技？特技。手作り料理が出来上がり。栄養も考えられたこだわりのメニューです。コーチに来てもらってああ、そうか、うん、どうですか？美味しい。上手に今日はできましたか？うん、美味しい。ちょっと甘いって言ってたけど大丈夫。大丈夫。